こんにちは、りのです。今日は私のマタニティフォトを撮ってもらうことになりました。ピン企画でこんな可愛いドレスとかヘアメイクとかしてもらって本当に嬉しいです。スタジオのオーナーさん の石井さんもすごい面白いので、その紹介とかもぜひ見てください。それではどうぞ。今日の撮影のスタジオのオーナーさんに来ていただきました。横浜の保土ヶ谷区でムーンテラスという、フォトスタジオを経営しておりますオーナーの石井と申します。はじめまして。オーナーの石井さんに、はい、ドレスの紹介をしてほしいなと思って、はい、今来ていただきました。ぜひお願いします。うちのスタジオはですね、日本で初めて欧米スタイルのマタニティフォトをですねスタジオで撮り始めた、言ってみれば老舗のフォトスタジオなんですけれども、そういった経緯でご覧ください。こんなとってもね可愛いマタニティフォト用のドレスをいっぱい用意しています。これがね着たくてうちでマタニティフォト撮るっていう方がたくさんいるんですけれども、まあ中には、まあ、私がデザインして全部一から作っているドレスもあるし、あと、まあ、海外のドレスを輸入してマタニティ用に作り変えたりとかね、そういうふうにいろんなタイプのねドレスを用意しています。で今回ね、りのちゃんのために可愛いドレスをね特注で用意しました。ちょっとユニコーンのイメージをね形にしてみました。ドレスでこれもまたピンクとパープルでグラデーションにしてすごく可愛く仕上がりました。皆さんもね、ご帰りの際にはぜひムーンテラスにお越しください。ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございます。今日のヘアメイクさんです。お名前教えてください。チムです。チムさん、めちゃめちゃうまいです。ヘアメイクさん可愛くしていただいて本当。いえ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 、全パターンすごい可愛くしていただきました。こんにちは、ジャックン。こんにちは。今日付き添いですか？そうです。リノ楽しみですか？今日のリノちゃんは。楽しみですね。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。リノちゃんに質問が何個かあるので、はい、ぜひ答えてください。妊娠が分かった時の気持ちと家族や周りの反応を教えてください。まあ、やっぱり嬉しかったです。普通にトアさんにも兄弟は作ってあげたいなと思ってたので、ちょうど2歳差で生まれるっていうのが分かってすごい嬉しかったのと、旦那さんもすごい喜んでくれました。子供がいてのマタニティライフで困ったこと、ちなみに今妊娠何ヶ月ですか？まあ、今週で8ヶ月になるので、もう後期になります。もうあともうちょっとだね。本当に あと2ヶ月ちょっとです。じゃあマタニティライフで困ったこととか大変だったことってありますか？あ、でもやっぱり一人目と違ってずっと寝てることとかもできないので、やっぱり寝れないこととそのやることがやっぱり多いかなって感じ。お腹にいる子の性別と性別が分かった時の気持ちと旦那さんの反応を教えてください。お腹の子は、いや、女の子で、男の子と女の子どっちも産めるってなってすごい嬉しかったです。で、なんか女の子とかも服見てたりしたら可愛いなと思ったのですごい嬉しかったです。旦那さんはすごい女の子って聞いてめっちゃびっくりしてて、うちの パパの感じを見てて怖がってました、ちょっと。なんで娘って大変そう。あー、そういうことね。見てたら確かに、結構パパみたいな、なんか甘えちゃうから
人目ができるにあたって気をつけてること教えてください。私はやっぱり自分も長女だったっていうのもあるので、あまりないがしろにしたくないなと思ってて、長男だから我慢してっていうのがちょっとさせたくないなと思ってて、でベビーカーも2人乗りを考えてて、その好きなだけ乗らせてあげたいなっていうのも思ってて、保育園とかも入れようかなと思ってたんですけど、やっぱ1歳超えたら自分も仕事し始めたしと思ったので、次が生まれるってなったら 100% 構ってあげることが難しくなってあげたらやっぱり寂しい思いするかなと思ったので、保育園も生まれるまで入れないで、たくさん今は一緒に過ごせるように遊んであげれるようにと思ってます。めっちゃいいままじゃないですか。なるほど、ありがとうございます。はい、出産に向けての思いを教えてください。やっぱり一人目と違って痛みとか大変さを知ってるので怖いなっていうのと、また離乳食とかミルクとかあげるの大変だなと思うんですけど、頑張ろうっていう気持ちでいます。じゃあ最後に今回のマタニティフォトの感想を教えてください。お母さんの時も撮影してもらったんですけど、本当に綺麗に撮っていただいて、またこういう機会ができて本当に嬉しいです。雑誌にも載るんだって思ったら本当に嬉しいです。頑張りたいと思います。ということで、私の撮影の裏側やスタジオの紹介をしていったと思うんですけど、どうでしたでしょうか。すごい全部全衣装本当に可愛くって、メイクとかも毎回シーンを変えて、部屋も全部変えたんですけど、本当に全部可愛くって本当におすすめです。概要欄に全部詳細とかも載ってると思うので、気になる人は本当にぜひチェックしてみてください。で、よかったら雑誌にもこの撮影のその完成版が全部載ってると思うので、よかったら見てください。雑誌もお願いします。それではじゃあ今日も見ていただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。